はい、今日は4月の22日です。昔ね、見た映画、10年ほど前かな、レンタルビデオ屋で見た映画ですけど、ある教会の2階で糸を紡ぐ機械をやってるんですよね。なんでこの糸を紡ぐ教会の2階であるか、とても意味がわからなかったんですけど、それで、その、内容としては、その紡いだ糸の、その糸のねじれ具合か、それかで、未来が全部わかるってわけです。それで、ずっとね、話がどんどん進んでいって、結局、その人たちは、ずっとその未来をそれで読み取ってて、である時に、自分たちが滅びるってことが、紡ぎの糸から出てきたんですよね。でもそれはそういうわけにはいかないんで、慌てていろいろアクセスをするわけですよ。行動を。アクセスじゃなくてアクションか。で、結局それでもやっぱバレちゃって、滅亡していくと。で、この映画のね、そのストーリーそのままが今の現代に起こっていると思うんですよね。その糸を紡ぐやつが、その今流行りのルッキンググラス、あれだとするならば、DS 側がルッキンググラスを見て、滅亡の方向へ行ってると。で、慌てて、NWO なんかをいろいろ仕掛けてきたりね、911を仕掛けて、それが逆にドツボにはまってしまって、今は滅亡してしまったと。だけど10年前の映画がそっくりそのまま今現代起こっていることだと思うんですよね。今の芸能界、日本の芸能界のね、ゴムリ座も凄まじいですよね。ものすごい人たちがゴムになってるし、引退してるし、なんか死亡とかなってるし、ハリウッドもなんか売り上げ9割減でからもうめちゃくちゃになってますよね。あともう一つは、やっぱ2年前にアメリカなんかで会社の社長なんかがみんな引退したとか言って話やなんか騒いでたんですよ。で、あれは結局その頃もうどんどん逮捕劇が起こってたからなったんですよね。だからあの時は一つのピークで、今がまた第二のピークで逮捕劇がどんどんいってると。今回の逮捕劇っていうか大掃除は、超憶測で話をすれば、おそらく人類があの時に滅亡しちゃったんで、それで未来から誰かが過去に戻ってきて大掃除をして、なんとか人類が生き残るように画策したんじゃないかと思うんですよね。誰かっていうのは、誰なんかわからないけど、やっぱそういう人が過去に戻ってきて人類の運命を変えていったんじゃないかと。そんなとこじゃないかなと思うんですよね、真相は。今日はこれで終わります。ありがとうございました。